ああ、中二病のちゃんこと、北海道タレスタジオ、大久保克也42歳です。よろしくお願いします。はい、ということで今回は、クジャク王という漫画のご紹介をしていこうと思います。1985年からヤングジャンプで連載をされていて、全17巻の作品になっています。今回紹介するクジャク王から始まって、タイマ聖伝、曲がり神器、ライジング、戦国転生などの続きがあるような作品になっています。作者の先生が荻野誠先生ということで、ヤシャガラスやチャイルド、あとは拳銃神などね、いろいろな作品を世の中に生み出している先生なんですけど、2019年に惜しくも腎不全でお亡くなりになったということで、本当にね、そのニュースを見た時にすごいショックだったのを覚えています。このクジャク王という作品、OVA 化もされていて、実写化された時には三上博史さん、あとユンピョウさんとかね、安田成美さんとか、ものすごく豪華キャストでね、実写化されたような作品にもなっています。あとはファミコンだとかメガドライブなどでゲーム化もねされているような漫画になっています。僕は家でね、親がヤングジャンプを買っていたんで、結構ね小学生ぐらいの時からヤングジャンプは読んでいたんで、多分ね小学校か中学校ぐらいから集め出してね、その当時からずっと今でもね単行本全巻あるんだけど、まあ何十年も経っててね、まあ結構物持ちいい方でしょ、結構黄ばんじゃったりとかしてて、まあまあそこら辺はねしょうがないということなんですけども、この漫画は秘密仏教、密教をモチーフにしていて、荻野先生自身も宗教漫画ブームの走りと語っていて、主人公がこう手で印を結んでね、こう術みたいなのを使うんだけど、その印を小学校の時すごい練習していた記憶もあって、本当に僕は大好物な作品の一つで、最初は主人公が化け物を退治していくっていうね、まあ基本1話完結のストーリーなんだけど、徐々に主人公の秘密が分かっていくにつれて、終盤への最終決戦と向かっていくんだけど、そのね主人公の秘密だったりっていうのがこう徐々にこうめくれていく感じがですね、ものすごくテンポがいいような作品だと思います。ということで行ってみたいと思います。主人公のクジャクは裏荒野で神仏から力を借りて使う術、法力と呼ばれるものを使い、悪霊や妖怪、闇の密報集団が起こす事件を解決するタイマ氏です。この裏荒野という組織は空海を祖とする真言宗総本山の荒野山の裏に存在し、一般の人間にはその存在は知られていなく、この世から一切の魔を払うことを使命としています。主人公のクジャクは普段はスケベで食べ物に強い執着を持ち、付き合いとあれば平気で酒を飲み、時にはパチンコすらやってしまう俗に言う生臭坊主です。間抜けぶりも相当なもので、修行や大魔行に失敗することもしばしばで、乗り物に弱く車に乗ると基本的にね車酔いに苦しんでいる描写が多かったりとかしています。この主人公クジャクの守護神はクジャク明王で、その他の神仏の様々な法力をも自在に使いこなすほどの才覚の持ち主になっています。この主人公タイマ氏のクジャクが最初は化け物を退治していく前半から、伝説の大魔王クジャク王の復活を狙う大勢との戦い、大番線に操られたシビとクラマ、闇の大日如来と化した悲劇の兄弟オルガとオカン、裏荒野タイマ氏で闇落ちしてしまった法王、そして神の聖杯をめぐるラストバタリオンとの最終決戦と向かっていくけど、その裏にはクジャクの双子の姉トモコの存在があったりとかしています。これらの数々の戦いの中で、クジャクの出生の秘密やクジャク明王の秘密が徐々に明かされていき、世界中のいろいろな神話をモチーフとした壮大な物語として、ストーリーは最終局面に向かっていくことになります。そんな戦いを一緒に戦っていく仲間も、ヒロインのアシュラ、守護神はアシュラ王で炎を自在に操る力を持っていたりだとか、あとは鬼丸という樹金同士で式鬼の使い手で、最初はねクジャクと敵対するんだけど、クジャクを認め、いろいろな行動を共にすることが多いですね。まあ、この鬼丸の守護神は大黒天ということになっています。そして中国の先導師江海峰、非常になりきれない優しい性格で、クジャクの姉ともね愛し合うことになっていくんですけど、最終決戦ではいろいろちょっとごちゃついちゃったりとかするんですけど、このキャラクターも僕は大好きですね。そしてその他にも数々いる仲間たちと世界を終末から救う最終決戦と進んでいくことになります。はい、ということで今回も本当にねさらっとだけご紹介させていただいたんですけど、このクジャク王っていう漫画は、まあ最初にもね話した通り、本当に主人公のクジャクの秘密がちょっとずつ分かっていくにつれて、どんどんその最終決戦と向かっていくんだけど、そのテンポは本当によくできていて、すごい作り込まれたような作品になっていると思います。この動画作るときにですね、僕もう一回最初から読み直したんですけど、今読んでもめちゃくちゃやっぱりまだ面白いなと思うような作品になっています。このクジャク王っていう漫画にハマっていた小学生
にとってはこうお坊さんになってね、大麻師っていう職業あるのか知らないですけどね、それになりたいなってことをずっと思っていましたしね。そしてこのクジャコウっていう馬が本当に終わり方が綺麗に終わるね、僕の漫画人生においても終わり方が最高に良かったなって思えるような作品になってますんで、よろしかったら皆さんチェックしてみてください。ということで今回はクジャコウという漫画のご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。